コンクールのポスターとアクトシティ浜松浜松国際ピアノコンクールは静岡県浜松市のアクトシティ浜松を会場として3年に一度開催される国際ピアノコンクール。浜松市及び財団法人浜松市文化振興財団が主催し、外務省、文化庁、静岡県の他新聞社や放送局、音楽書籍出版社などが講演する。現在では 国際音楽コンクール世界連盟に加盟する国際コンクールである。第1回大会は浜松市市政施行80周年を記念して1991年に開催され若手ピアニストの育成を図るとともに楽器の町から音楽文化の町への昇華を図る近年の浜松市政の代表的なものとなっている。ただし第十回は全参加者88人に対して 日中間参加勢が46人と半数を超え、本戦進出者の6人全員がアジア経営であった。小説家の女陸はピアノコンクールをテーマとしたスガルト演来を執筆するにあたり、2006年の第6回大会からほぼ全員参加者の演奏を聴き、執筆が終わっている第10回大会においてもなお演奏を聴き続けていた。ありがとうございます。